実は本当にうまい。このトマトソースとしてもううまい。初恋の人の名前は美咲ちゃんです。鈴木雅隼人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2019年になりましたね。なりました。明けました。なってますね。これ収録日はまだ2018年ですけど、そうまだ明けてないけど、皆さんには明けましておめでとうございますですね。おめでとうございます。今年も今年もあの藤垣高校さんでよろしくお願いします。頑張っていきましょう。はい、カレー作ろう。カレーを作ります。カレーやろう。カレー、ハヤトの作るカレー、実は、うん、某有名なあのルー大西さんが大絶賛。このカレーならランチで週一は通うっていう感じで言ってくれたカレーを、カレーやろう、ルー大西お墨付きの、そうです、皆さんにレシピ公開をしちゃおうかなって。実はここあのプチラキで、うん、焼きカレーとかカレーつけ麺みたいなもの出してます。その元となるカレーを今日は紹介していこうかなって。自宅で簡単無水カレー、みんな大好き無水カレー、意識高めの無水、高めの無水カレー、プチラキで仕込んでるんで IH1 個でできます。そう、いいっすね、でも簡単にできるものをご紹介しますので、最後にまあプチラキで出してるメニューみたいな感じで焼きチーズカレーを作って紹介していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ材料紹介こちら。今回はあのお店用にあの仕込みのタイミングで今撮ってるんで4つ使います。家だったらこの半分でいいです。また缶詰大好きおじさん、缶詰しか食わんやん。完熟カットトマト、これホールトマトでもいいです。あのトマト感すげえ出したいって、コロッと出したいなって人はホールトマトにして好きな大きさに潰してもらえればいいかなって思います。で塩コショウ大さじこれで4かな。めちゃめちゃありますね。缶詰1個に対して大さじ1みたいな。塩コショウ、ガーリックソルト、マジックソルトって知ってます？ああ聞いたことありますね。あれのガーリックバージョンがあるんですよ。ガーリック強めのハーブとか混ぜられてるので、うん、美味しいお塩みたいな、うん、白だしちょっと和風にします。鶏ガラスープの素、うん、隠し味的なもので、うん、僕がいつも使ってるきな粉です。きな粉、きな粉入れます。チョコレート入れたり、コーヒー入れたり、なんかいろいろ渋み的な部分でってことですか。無水カレーにしてシャバシャバにならないようにっていう意味も、ドロッと甘いやつ、甘くないやつ、甘くないやつ。あ、じゃあ本当のきな粉、黒糖黒ごまきな粉っていうのを使います。じゃああの本当に豆引いただけのやつだ。そうですね、ちょっと黒いつぶつぶ入ってる、まあ普通のきな粉でもいいかな。ケチャップ 100cc で、具材の方はしめじ1株、ハヤト大好きニンニクの芽。カレーに入るの？カレーにもニンニクの芽、あのガーリック強すぎないけど、これ食べたらニンニクの香りがするようになってて、すごい面白い食材で、玉ねぎ2つ、オリーブオイル、あのプチラッキーなんでチャーシュー、チャーシュー何にでも入るやん、何でも使っちゃう。じゃあ角煮カレーみたいな。ああ、いい感じですね。その例えこちらカレー粉、カレーフレークっていうのをうち使ってます。業務用では売ってるんですけど、お家でカレー粉を作る場合は2種類を砕いて袋に入れてもうめちゃ混ぜれば、好きなカレーを2種類使ってくれればなんかそれなりの美味しいものになるんで、いろいろ試してやってみてください。結構このジップロック的なのにも入れてもいいし、タッパーみたいなのにも入れてもいいし、でこちらを使って今日は無水カレーを作っていきます。鍋大きめのやつ、キプロストラー、これ IH 対応鍋です。寸胴型の深めのやつがいい。深めのやっぱカレーって浅いやつよりも深いやつの方がグツグツ煮込めるし、まずは具材を切っていきましょうか。玉ねぎは、スライスで半分に切って、でスライス普通にこの繊維状に、これ結構薄めにしてください。火も通りやすいし、最終的にこれ溶けてもらっちゃっていいんで、玉ねぎとして食べるじゃなくて、オニオンスープとかも結構溶けてる方が美味しい、だしみたいな。これもう切ったら鍋にボンボン、おお、あ、ボン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 入れちゃって、入れちゃって、でニンニクの芽は、まあ、このサイズで売ってることなかなかないです。8本ぐらいで1束とかで売ってるんで、これだとさらに半分だから6分の1サイズにカットします。サイズに、そうですね、切ろうぜ。これは形残ったまま食べる感じですか。そうです、これは具として、具と風味、さっきの売ってるやつの
サイズで半分にパスッと切ります。ポンポン入れといていいのはいいですね。そうです、楽ちんですね。はい、でとりあえず、この状態でしめじ以外の玉ねぎとニンニクの芽を入れた状態で、オリーブオイルここにかけちゃいます。先に炒める前に大さじ2ぐらい、焦げつかないように。で火をつけたタイミングでしめじを切っておきます。さらにこのしめじを切るのもめんどくさいって人はカットしめじって今売ってます。あ、はいはい、ありますね。あれ買えばもう一株分とかなってるんで、そっちが楽かなって思います。野菜を炒めるときは玉ねぎをほぐしながら、さっき重なったままずっと全部ボロボロ入れたんで、まあで、玉ねぎがしんなりするぐらい。その作業まさかの草がいことないですね。さっき重なってたんで、バラバラにしながら木べらとか炒めてあげます。塩コショウ、途中で塩コショウこれ半分ぐらい塩入れると野菜から水分出るじゃないですか。そのために。なるほど、はい、胡椒も入るんですね。塩コショウもうカレーはやっぱスパイスいっぱい入れても美味しいから。胡椒はそのスパイス味としての。そうです、野菜炒めみたいになっちゃうんですね今のところ。そうですよねただの野菜だ。で塩入れるとさっきのジュワーっていうのもだんだんなくなってきたと思うんですけど、音聞こえなくなって、はいはい、水分が出て焦げ付きにくくなる。ちょっとしんなりしてきてから次はしめじを入れます。あれだ、きつね色だろなんだろそういうのは関係ないよ。うん、関係ない。野菜が柔らかくなったら入れる。おじゃ、そんぐらいかな。こんな感じでちょっとしんなり全体的になったら、ここにもうしめじちゃんをきのこ野郎をバラバラっと入れてあげる。でまた炒めます。はい、でこのしめじを入れた後に次はチャーシュー、大体動画でやったやつの3分の2ぐらいのサイズ、ちょっと使ってる状態のやつをこれブロックにします。これ、ね、角切りチャーシューにします。で大きさはもう好みでやってください。もう肉肉しさを出したかったら分厚く切って、角切りはこのサイズだったらこうして、あとは3等分6等分かなぐらいで僕はやってます。もう結構ゴロゴロでやりたい、やっぱ自慢のチャーシューなんで。ちょっと炒めてキノコにもちょっと火が通ったかなぐらいで、次はチャーシューさっき切ったやつを全部入れます。焼いて、火取ったら入れて、次のしんなりしたら入れて、もう簡単。こんな感じです。まだこのチャーシュー、てかチャーシューは火取ってるから、はいはいはい、普通に炒まってるんですね。そうそう、炒まさってる。炒まってる。はい、これでチャーシューを温める感じです今。あ、この間全部ずっと強火です。うちの IH は200度が限界マックスで出るんですけど、ずっと200度でやってます。鍋の底の方をもう混ぜてあげる感じじゃないと焦げ付きやすいので、これはもう面倒くさがあるので次やってください。おしゃ、こんな感じでここで全部炒まさったらカットトマト入れます。全部、で一回入れたら混ぜてください。これまだ上に溜まってる状態なんで、この状態になります。この状態です、入れたばっかり。ここで混ぜましょう。あ、いいですね。火から外してもいいかもしれない。もう一回混ぜてあげる。このソースを、ソース、カットトマトを下に入れてあげる感じで。はい、この状態。すごい、カレーじゃねえな、これ。まあ、無水なんで。すごいな。はい、この感じで。ここからまたちょっと火にかける。ここでたまに、気が向いたら、そこの方を焦げつかないように混ぜてあげる。別に弱火にもしないんで。どれぐらいですか？トマトからいっぱい水分が出る感じ。10分かな、10分ここから10分ぐらいたまに混ぜながら、まあ、約10分ぐらいだったらこう水分が出て、さっきよりも水分が出て薄いっぽい、ほうほうほう、ちゃんと野菜から水分が出てるカレー、カレーっていうか今の状態ではただのトマトソース、まだ調味料も入れてないんで。でここに全部調味料入れます。ここもザーッと、だいぶ水分が吸われてしまいそうですね。大丈夫です、全部、全部入れちゃいます。
混ぜる混ぜるダマにならないように。トマトトマトしてますね。そうです。で実はこの状態で、うん、あのカレー粉を入れる前の状態だと、うん、もううまいトマトソースなんで、このままパスタにも使えます。あ、なるほど、これ絡めてね。そうです。ナポリタンみたいな。これちょっとこのままちょっと一回食べてみます。ちょうだいよ。本当にうまい。このトマトソースとしてもううまい、うん、こんな感じかな。じゃあこのままちょっと玉ねぎと一緒にトマトソース。ほう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 。この黒いのは胡椒とか、あと黒ごまのきな粉のやつとか。うん、うん、おいしい。そう、これをパスタに、パスタソースとか、あとドリアの具として入れてあげてもいい。米、このソース、チーズ、焼くみたいなとか、うん、いいですね、これだけでももうあのトマトソースのレシピとして最高にうまいです。で、ちょっと濃いので、うん、なんかかけたりを、かけたり、あえたりパスタとかにしたり、まあ、このペンネを茹でてペンネにかけてあげて混ぜるだけとかでも全然一品、あのそれこそお弁当のおかずとしての一品できちゃったりするんで、これはこれでおすすめです。いいですね。はい。でこれをもうちょっと温めます。温める、煮込みます。じゃあ次回まで、じゃあな。ココクロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。